昨夜は誰も死にませんでした。でも大きい。一番、一番さんの声ちっちゃいからーー一番の時だけ声は発言してください。はい。始まりました。人狼ゲームでございます。一応村人、陣営でございます。一応って言っときます。そしたらいろいろできるね。焦げにおわせとったら誰か突っ込んでくれるでしょう。っていうのがありますけどね。 えっと、占いが 2, 2になった場面は、霊能から先吊るしていこうかなという思いもあります。3-1の場面でも占いローラで、まあ、2-1の場面はグレー釣りがいいと思われます。うん、あとね、まあ、一番平和村がいいんだけどね、狂人盛るっていうことで多分語って出るとは思います。誰かがね。うん。うーん そのまさんかわいいと思います。アバター以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。えー、占い使用しよう、えー、します。4番さん、白と出ました。四番さん、白と出ました白、えー。そうですね、正直1番さんに関してはなん、えー、だろう、この人っていうのが正直な印象です。<laughs> うん、変態だなっていうのが、えー、第一印象です。 ただ、色落ちに関しては、まだそこまで正直ついてないっていうのが印象でございます。で、この後ですが、私から一点お願いがあります。それは、進行論の話よりも、グレー考察についてしていただければと思ってます。うん、なぜか、進行論、特に上手い人なら、すげえいい進行論の提示はするんですけれども、それよりも、グレーの考察っていうところで、私は精査をしたいと思います。 グレーの考察ならね、どんな人でもね、できると思うからこの人村目この人黒目そういったところで私は、ねえー、話していきたいと思うからです。以上です。3番のプレイヤーは 発言してくださいださい、はい、おはようございますす村人陣営です占い仕様ございません。で、2番さんのその意見全く同じで、進行論って結局言ったところで、なんか普通の進行論言うと色落ちないで結局色の精査ができないから、うん、う,んあうん、それ、村としてのレベルを高めるために言う進行論ならいいと思うんだけど、確かに1番さんみたいになんだっけ、3人出てきたら占いロラ、2人ならグレーツ目みたいな結構ありきたりな発言って、なんかそう。 今となっちゃほとんどみんなの、だ、大体の人が分かってることだし、言う意味なくないって最近思いました。ね、なので、自分もグレー考察中心にしていきたいと思ってます。で、一番さんに関しては、一応村人陣言っていとく、その一応で誰が、誰か突っ込んでくれるでしょって言って、そう、その一番さん一番最初ながらその発言をすることで、村としての考察を伸ばさせようとした、ちょっと、 伝わるかな伸ばさせようとした感じは村っぽいなって思いました。で、自分は、これは自己紹介なんですけど、自分はオオカミの時に二郎一をパッとあげれません。なんか、そう、なんか適当にこの人黒いっていう単体精査ばっかりで二郎一をパッとあげれないんで、二郎一パッとあげてるかあげてないかで自分のことを精査してくださいっていうちょっと進行論と違うことを言いました。はい。<laughs> ということで、4番さんどうぞ。4番。 はい。2番占い師で私にしろね。まあ、私が仮にね、あの占い師で出たら、まあ、2番さんは、まあ、仮に 2, 2進行の場合、2番さん視点私を強靭で見て、えっ、ー、と、の進路で見なきゃいけないから、どうなんだろう。しま,しまあ勇気あるというか、まあ、2番さんは普通に芯もあるなという印象を受けた。そんで、 まあ、三、一番さんについては、まあ、まあまあって感じかな。初心者もおるかもしれんしね。まあ、そういう発言、しね、私はいいと思いますよ。まあ、別に色落ちはしないけども。まあ、三番さんは、その一応、村人陣営って言った一番さん、考察伸ばせようとした動きに見えて、村目。考察を伸ばさせたいから村目か。まあ、なんかそういうふうには私は感じ取らなかったんだけどな。まあ、いいや。 サンバさんについては、そうね、なんかその自分の性格をサンバさん語ってましたけど、喋ってましたけど、いや、サンバさんの性格知らないですからって、個人的には思った。<laughs> まあ、わかんないけど、俺、さ自分が裏人狼だったらみたいな話、あまり私は好きじゃない。うん、あなたのこと知らないですからって感じで。うん,うん。まあ、現状、まあ、そうね。まあ、もう一回一周回って考えます。はい。 5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、5番村人陣営でした。えー、そうですね。まあ、一番さんからですが、まあ、僕、初心者なんでね、こっちは。うん、進級ばっかりやってたんで、まあ、うん、まあ、よかったんじゃないかなと思った。うん、僕みたいな人がいるから。で、うん、三番さんが一番さんをね、うん、あのー、村で見るのは、うん、まあ、僕も同じ印象だったかな。一番さんの あ,のあえてっていうところで、校卒伸びる、伸ばそう、村にね、校卒伸ばそうっていう <laughs> ところが、うん、そう捉えられたから、うん、一番さんも三番さんも今のところ印象はいい。でも、一番さんって気になったのは、三、え、一、ー、進行って、僕、それありえるのかなっていう、ちょっとそれはちょっと疑問に思ったかなっていうところで、うん、えー、ごめんなさい、頑張りますね。はい、じゃで 6番のプレイヤーは発言してください。はい、塩なし。塩なし。うん。で、えー、3番で気になったこと。ただ、俺は3番に、うん、3番さんね、うん、自分の、自分がオオカミだったら2ロ1パパってあげれない、単体制さ。で、村だったら2ロ1パパってあげれるって言ってたけど、うんえー、4番が言った通り、そんなこと知らない。あなたの性格なんて知らない。うん。<laughs> 僕はあなたの友達ばっかりいる部屋じゃないから、正直そういうのはいらない。<laughs> うん、考察でもっと白目を上げてほしい、うんほ。正直保険をかけてるようにしか見えなかった。そうだね、ただ、3番に関して、うんえー、2番の、えー、グレーセンサーでもっとしてほしいっていう、うんえー、優しく言ってるつもりなんだけどね。うん、2>, <laughs> 2番の、えー、グレーセンサーでもっと発言を落としてほしい。シンコロなんていらないって言ってたことに関して、1番の発言を拾って、えー、考察を伸ばしていたのは正直村目に置けると思ってる。うん、3番さんに関してはね。 うん、で、えー、4番さん片四だからもう触れない。うん、で、えー、5番さん。五番さんね、えー、1番さんが言ってた通り、えー、3-1進行あるのかなとか言ってたけれども、3-1進行全然あると思ってるよ、正直。うん、ただ、そこだけって思った、正直。うん、もっと他精査してほしいなって思ったよ。5番さんに関して。うん、もっと、えー、そこの1番さんの発言だけを触れるのではなく、 もっと3番さん4番さん2番さんの発言をもっと触れて落としてほしいと思った5番さんに関して正直発言量が少ない。うん、現状、村目に置いてるのは3番さん1番さんは、えー、正直色が分からない。で、5番さんは正直怪しいと思う。発言量が少なすぎる。うん、でに関して、2番さんに関しては、もう進化どうかなかった分からない。この後、7、8、9次第。うん、うんでただ、2番さんで引っかかったのは4番3しろって言っただけで、えー、そこから進行論。4番さんが霊能だったり、占い師で出てきたりしたら、 4番さん、狂人の可能性とか追わないのと思った正直。2番さんに関しては、その発言が抜けてたことから正直わからない。以上。7番のプレイヤーは発、はい、発言してください。はい。7番、村人、C はあります。霊能者です。えっとね、そうだね。1番さんが始まったんだが、そう、チャットなしだよね。はい。えっ、ー、と、2番さんが4番さんにしよう。うん。番さん、えっ、ー、とね、6番さん言ってた通りね、2番さんは4番さんの狂気がしてなかったな、うん、と思った。 が、うーんーとね、4番さんのね、なんか22なら右目線、なんか強制とか、って、ーンもあるとか言って、なんか太鼓出るの全体で話してたのかうんーって思ったんで、4番さんに若干引っかかってる。で、3番さんに関しては、えっとね、1に対して、なんか、前としてね、考察伸ばそうとしてたから、村目って言ったけど、1番さんって別に村目かって言われると、別に村目じゃないと、色は落ちてないって感じかな。うん 一応っていうのはどういうあれで取っていいのか難しいところだけどね、うん。そこで村置きっていうのはどうかなと思ってる。だから6番さんとは結構視点が合うなと思ったが、3番さんをなんかそれで一番さん白置きしてたけど、それをなんか村置きしてるのはどうなのかなっていうところ、うん、そこは6番さんと意見が違うかなと思っている。うん、5番さんに関してはまあ初心者 CU とかって印象は良くないが、そうだね。新究局でも31はあり得るんじゃないですかねって思ったってところですかね。 はいスイッチと2周目上げます以上です8番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます霊能者です霊能者霊能者ですお願いします7番、うん、さんのことはまあ無難に強陣と見てますかね、うん、特に2番さんが出てる状態でここで狼で霊能で出るのもねちょっとリスクなんでまあ強陣かなと無難に強陣でたのかなっていう印象です、うん、1番さんに関しては特にな,ないかなまあ新コロももう 当たり前のことを言ってたしって感じですね。で、3番さんに関して、6番さんもちょっと指摘してたんですけど、あのー、二郎上げられないっていうのはすごく保険に聞こえた。二郎上げられないけど、単体精査で結果的に二郎上げるよ。だからそこを見てね、だったらわかるんですけど、単体精査はします。でも二郎は上げられない。すごく保険に感じた。あ、コインがない。え5番さんはちょっと発言なかったね。ま、えっ、ー、と、あ,あ、ラグか。 なんか今日重いですね。ごめんなさいね。えっと、で、えっと、6番さんに関しては3番さんの指摘は良かったが、そうね、そこをムラメって言っちゃうのがちょっと、どういう意図があるのかなと思いましたね。うん。で、5番さんに関してはもう意見0と取ってます。うん、2CM しっかり発言してほしいかな。まあ31がどうこうよとかなんとか言ってたけど、特に要素にはならないかなっていうところだね。今んとこ一応、一応白く見てるのは6番さん。 で、一応黒く見てるのは3番さん。これも一応って感じかな。ですね。んで、9番さんが、えっと、占い C を出るのかなどうなんだろうな。うーんと、まあ、9番さん次第なんですけど、出なかったら、えっと、12、12か。12だったら0、ロラ。だよね。グレー多すぎるし。 あーでもグレーに二郎いるのかちょっと待って1人あんまり取んないからあれですけどまあ、9番刺したいか2周目話します9番のプレイヤーは発言してくださいえこれはんな占い師じゃないよあ違うんだん珍しいな8番何がしたかったの別に例の2人いるんでしょうん別にほっとけばいいんじゃないここ今はとりあえず5分の2 占いが真確定したってことでさ、4角白で置いといてさ、9、1、3、5、6。うん。まあ一番いいのは、レイロラかいや、レイロラいらねえわ。レイロラは今回いいわ。うん,うん。普通にグレー、グレーでなんか怪しいとこっつってこっ<え>珍しいですね。僕人気曲で初めての1の展開、ね。3か6どっちか行きたいなと思ってんのね。 うん、3番はね、正直言ってる意味がよくわかんなかった。うん。あの、補填かけてるって言ってたけどさ、補填かけてるようにも見えなかったし、単純にさ、言ってることがおかしいのね。単体精査で <laughs>、二郎見つけれませんって、単体精査していきますって。どういうことってね、別にさ、単体精査でもさ、この人黒い、この人黒いって、それでさ、 ニロは見つけれんじゃねねえのっていう話、ね、僕言いましたね。うん、別に初日からライン見ろなんて誰も言ってないじゃんっていうね。<laughs> だから3と6どっちか黒,い黒で合ってんじゃねえのでもそれは番の黒要素ですか3番のことを随分叩いてた割には3番を白目で見てんのね。で、その3番は1を白いって言ったのね。まあ、白いとまで言ってないかムラ目って言ってた。なのに1のことは分からないって言ってる。 うん、だから3と6、俺どっちかに黒あんじゃねえのと思ってるよ。だから今日は3か6、2週目の発言に聞いて3か6どっちかにーは発珍しいパターン。はい、えー、占い師、進化が決まりました。おめでとうございます。2>, えー、2番シーンの4番白角になりました。もう出ないですね。いいっすよね。もうそっちの方がもう普通に村としてありがたい。私が今さっきの発言を残したのは、俺は下流止めで噛まれてもいいと思ったから。 そういう自信があります。だから、村人陣営ですと言っときますと言いました。そこら辺ご理解いただけたいでしょうか、皆様、うん。噛まれてもいいし、占われてもいいです。正直。まあ、占ったところで無駄ですけど。はい。えー、3番さんの査定を行きます。うん、保険には見えた。保険には見えたけど、そこだけでの黒要素を拾うことはなかなか難しかった。5番さんは、 もうちょっと頑張っていただきたい。考察を。その1になると4番がかあの白囲いの可能性も得るし、3番さんの意見もいろいろ言えるとは思った。だから今のところ、次1、5番さん、村人さん。3号じゃないかな。もうちょっとファイトって思うかな。で、6番さんの意見は的確は的確でやった。ただそれだけで白要素は拾えない。3番さんを見打ち切ってる可能性がある。63でね。で、あとグレーゾーンは 9番さんね。9番さんの意見も36の身内切りにも見えた。白っていう系ね。結果6番さんが3番さん。うん。その意見は最もだった。だから一番白いのは9番さん。うん。単体で、もう単体黒があるとするならば5番さん。単体黒。で、もう一人は LINE 考察を見せないための黒が潜っているのかなという思いはございました。もう一度言ってます。 噛まれてもこれカリウドうう出た方がいいのかな 2>, ?2 番のプレイヤーは発言してください。あ、えー、いいですね。あ、えー、すね。あ、いいです私が芯確定したので、えー、私はこれ以上思考は落とさないということで言っておきます。で、進行論の先に言っておきます。嫌いですけれども、言っておきます、えー。カリウドさん。 この一周でカリウド使用してほしいと思います。5、6、9にカリウドいるんだったら出てほしいと思ってます。で、きょは7、8は放置でいいと思います。で、7、8さんの結果ばりですが、そうですね、私たぶん日行けれると思うので、私がカウントを取ります。その際に結果を同時に言っていただければと思います。 えー、78、えー、結果、同時でお願いします、えー。なぜか、まあ、いや、それはね、すり替えられないようにするっていうことがあるので、78、3、結果、私の発言のタイミングで同時でお願いします。で、3、5、6、9に、うんえー、狩りうどがいるんだったら、狩人使用していただければと思います。えー、以上です。えー、ご栄は2、ご栄で、鉄板でよろしくお願いします。3番 のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。カリオです。カリオです。ちょっと本当、ツイッチ来ないつもりだったんだけど、申し訳ないツイッチになっちゃって。えっと、2番さんは絶対守ります。で、ちょっと誤解が生んでるんだけど、8番さんから言ってたんだけど、自分は2郎1パッとあげれないよって言ったんじゃなくて、自分は狼の時に2郎1パッとあげれないよって言ったんですよ。だから、自分が、えっと、無なことを証明するために、自分の考察が単体制作か2郎1ちゃんと上げれてるかで、 自分のことを村か狼か判断してくれっていう感じに言ったんだけど、ちょっとうまく伝わってなかったですね。すいません。はい。えー、っと、で、自分、一番気になったのは6番さん。6番さんはなんか自分のことをすごい叩いてきたのにもかかわらずさい、最、最白が3村目。で、なんだっけ、1わからん、5怪しいっていう、なんか自分を叩いたのに最初に置くっていう、なんか行為が矛盾してるなって思います。多分ね、思いました。ちょっと7、8で考えたとき、7番さんの、 発言で気にな、気になったっていうか、七番ん発言に対して言いたいのが、3が1村目って言ったのはおかしいみたいな。うーん、3番目だし、村としての考察を活性化させるためにちょっと大幅な発言をしたって言えば伝わるかな。そういう感じなので、そこはあんまり気にしないでほしいですね。で、5番さんは1、3両方印象いい。で、なんだっけ、3、1進行ってあり得るのみたいな。あんまり色落ちのない位置だったので、2周目の発言に行きたいっていう感じ。 で、19は自分は白いと思ってるんで、6五の順で釣り位です <coughs>。はい。位置的、一的な意味もあるし、そう、一的な意味もあるし、あとなんだっけな。そう、9番さん1番さんの意見がまっとうで自分はあまり突っ込むところがなかったっていうところもあります。はい、4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは、発言してください。うん。 ま、3番さん、カリウド出て、すごく良かったと思う。うん。うん、えっと、これってさ、なんだっけちょっと待って。CO、CCO は高等だっけあ、高等か。そうそうそう。2日目以降の占い師の結果のみだから、まあ、ワンチャン5、6とかで出る可能性は、ま、あるんだけど、俺は現状9、1は白く見てる。特に9番さんについては、まあ、1番さんは、まあ、 まあ、発言的には白目かな。キューバーさんはもう位置的に白い。発言も白いけど位置的にも白い。キューバーさんが人狼だったら、まあ、7、8を新京と置く場合、キューバーさんが人狼だったら、まあ、出る可能性かなり高いと思う。かなり。かなりかな。うん、俺は普通出るだろうっていう考えを持ってるから、キューバーさん位置的にも発言的にも両方白いなと思った。 まあ8番さんからのその9番3への質、あだろう、九番で出るかなどうかな。何言ってんのみたいな感じの。うん、まあ、だから、俺は今日5、6。そうね。まあ、この後の発言聞くんだけど、おまあ、8番さん目線が6番さん白いってのがちょっと引っかかってる。まあ、いいや。とりあえず、あの、例のほいいか。うん。6番さんについては、うーん、 まあそうね、9番さんとかが言ってた通り、3番さん白く見せるなら、1番さんは割と白目に見てもいいんじゃねえかっていうのは確かにとは思いました。ただ、5番さんはさ、発言めちゃくちゃ少ないじゃないですか。うーん 正直これは人狼に結構もてあそばれる感あるんじゃねえかなと思って今日釣れるならもう5番を釣れるなら今日しかねえなっていう気もしてるまあ占い師は5番さん占ってっていう考えもありだけどまあ俺は56どっちかに入れるよ以上5番のプレイヤーは発言してください釣るって、えー、僕釣りでもあかんじゃないですか僕釣りでも全然変えませんですが 一番気になったのは9番さん。なんで白起きされてるのか分かんない。えー、村だったら僕みたいな発言伸びない人にはプレッシャーをかけるべき。なぜ36なのかっていうところですね。それは91だからじゃないでしょうか。えー、キ番さん、6番さんは怪しいましたが、3番さんは印象よくて1番さんはわからない。6番さんは1番さんのことは、まあ1周目の一番最初だから、まあ色が見えないって言ったんだよね。だから3番さんが印象よくて1番さんが印象がいいっていう理論ではない。うん。 だから9番さん、6番さんの発言をちゃんと聞いていないっていうところだと僕は思っている。うん、で、そこ認証いいって言ったら1番さん,、うん。だから僕は今のところ9、1で見ている。で、えー、6番さんはこの後の発言次第。えー、7、8ですが、7番さんは、えー、新球局で,で3、1の場面は絶対にあり得ませんっていうところ。で、8番さんはなぜ、うん まあでも、どうだろうね。8番さんよくわかんない。9番さん出るのかなっていうところうん、まあそこは気になるけど、なんか、うん、あわあわしていたなっていう感じ。でも、あわあわ感があったら、7番さんの方が、なんだろうな。うどうしよう。焦ってるかも。ももあわ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 新31番目なんて絶対にないからね。<laughs> 占い 3CO の番目は絶対役職出ないからね。うん、だから今のところ7番さんの方が新目がない。うん。 でグレーなら9、1、うん、僕は9番さんから行きたいって思っている、まあ、6番さんの発言次第ですがで1番さんね、うん、1番さん噛まれない噛まれてもいいですよって言うと絶対噛まれないね1番さんの方が保険に聞こえましたっていうところですね以上です6番のプレイヤーは発言してきた7891あと3番もあの人の発言ちゃんと聞いてなかったみたいだからもう一回言うけど俺は1番さん自体は色落ちはない で、3番さんが、1番さんの、えー、なんだっけ、今はしようないですみたいな、そういう発言を、えー、組み取って発言をの伸ばそうとしたのは、俺は3番さんは村っぽいから、現状では村っぽいっていう発言をしたんだよ。だから、俺、1周目の時点での精査は、3村で5番さん発言量が少なすぎる1番さんが、えー、なんだ、色落ちないっていう発言を残した。うん。だから、俺3番さんが1番さんがを白いって言ったから、3番さんを白気したわけではない。うん。 それを念頭に置いていてほし俺は今日釣り位置、9番さん。うん、理由としては整理位置、うん。えっとね、4番さんが5番さん、えー、SGG になるから釣る,るなら今日しかないって言ってたけども、俺は9番さんがそうだと思うよ。9番さんって一番最後の位置だから3番が言った通り、えー、盤面的には白い。盤面的にはね。うん。ただ、狼、狂人、えー、村人、全部ある位置、9番さんに関しては。うん。 逆に9番さんっていうのは初日に釣らないと永遠残されるし、一番最後残る。うん。占われることもない。うん。5番さんより俺9番さん釣った方がいいと思うんだけど。うん。で、1番さんに関しては、1番さんは9の便乗。うん。えー、9番さんがヘイト向けた36に、1番さんはヘイト合わせただけ。うん。俺釣るなら9か1だと思うんだけど。9番さんの方が釣りたいけど、俺は。うん。俺5番さんの発言は白いと思うよ。明確に。 うん。9番のね、正直黒塗りが雑っぽいなと思ったよ。うん。<laughs> うん、で、例のに関してはどっちがどうかわからんけど、うん,うん、狼出てると思ってるよ、正直。うん。狂人出てて狼潜伏って、マジでちょっと狂人仕事してないなと思ってる。うん。以上。 7番のプレイヤーは発言してください,、はい。対抗の8番さんは狂人で見ております。僕はさ狼出てる可能性があると言ったら、どうなんだろう。狂人の方が出る確率あるんじゃないかなと思っている。うんと、なんか、12なら、レイロラとか言ってるかな、ね。レイロラをしてるとこからも狂人目かなと思っている。えっ、ー、とね、91と56は別陣営かなっていう印象があるね。う 別に9番さんも黒くはなかったし、1番さんもなんか2周目は伸びたかなって思っている、うん。えっと、6番さんに関しては言ってることはね、まあごもっともかなと思ったけど、そのあれに、3に関するあれはちょっと違ったなと思ったけどまあまあまあ。でね、5番さんがね、えっと、3、1はないって言った。ごめん、3、1じゃなくて 3CEO だった。ごめん。3CEO ね、うん。占い 3CEO 普通にあるよねって言っした。あ9、1なぁ。9、1ローローなあんまりないと思ってるよ。うん。 正直56か91ここに1路ないしは2路いるよねえお互い別人だと思っている8番さんは強人だと思ってる3番さん怪しいと思ってるるねはい56どっちか入れます直前の7番さんからしていなかったんで言っとくと6番さん6番さんはえっと3番さんのことを保険って言ったんですようん保険って言ったのに村目って言ってるのがおかしいっていう発言ね、うん、これの説明が欲しかったな そうねうーんー。いやー、わかんない。正直にわかんない。5番さんに関しては、待って、1番さんから振りていこうかな。1番さんは、えっと、じゃ六三で身内切ってる可能性があるって言った後に9番最初、5番さんサイクロって言ってたんだけど、3、六の2狼カ追いながら5番サイクロっていうのがよくわかんない。で、かつ、3番さんがカリュで出た。 この場面で改めてどう思うか教えてほしい。うーん、なんか、イチゴでなんかお互いバチバチ切ってるオオカミな感じがしてならないんだよな。結構、この占いに出なかったオオカミ、これって結構弱気だと思うんだよね。うーん。弱気、弱気。うーん。そうね、なんかイチゴな気がすんだよな。うーん。 で、9番さんに関してはなんか、白い、まあ、位置的には白いと思うけど、発言内容的には私の言ったことを繰り返しただけだったよね。それを誰か指摘してほしかったんだけど。うーん、わかんないなどうしようかな9で、9がなんで白っきされてるのかわかんない。9、1で見る。なんか1号のプロレスな気がするんだよな 釣るなら5かなうーん5かなやっぱ成立な気がするな5釣ってみて色見たらいいと思う9番のプレイヤーは発言してくださいなんか面白い盤面だねうん91と56っていう風になっちゃってるよねこれね <laughs> で8番さんと同じこと言ったつもりはないけどね俺。 全く同じだった <coughs> で6番さんに、ね、言っときけどさ、俺3番が3番を白く見て1番が色分かんない、その理由だけじゃないよ。6番は3番のことをぶったたいてんのね。ぶったたいて、3番ぶったたいたあげく3番をムラ落ちしてんの、ね、また同じこと言ってんのよ。これおかしくねって。いう3番黒要素あげたあげく、<laughs> また同じこと言って。るだったら白目だけあげて、3番ムラで言うて。 言ってばその方が3番、6番目線3番村って感じたんでしょだったら黒要素上げる必要なくね <laughs> <う>みんなにアピールすればいいしょ <laughs> い ?3 番も白いですよっていう風にね。なんで黒目上げる必要性があるの <laughs> おかしくね、うん、?6 番目線3番白かったんでしょだったらさ、3番のこと白いですよアピールちゃんとしとけばいいしょみんなに3番白いですよっ言っとけばいいしょそれが、 村としての役割じゃないのうん、俺は6番1点ずりだな。6番しか今のところ釣るところがない。1と5に関してはよくわかんねえ。特に1番のムーブがわかんなさすぎる。ね七7と8に関してもね、ほんとここどっちかどっちかわかんない。まあ、お互い強靭なすりつけ合ってから強人で出てんでしょだとしたらほっとこう。 うん、<laughs> 5と6のラインがねありすぎるからね、まあ、あって5か6どっちか人狼じゃない、うん、<laughs> ?7 と同じこと言ってるじゃん。ありえんオラじゃないべ <laughs> どっちか人狼って言ってるれな六 ?6 サイクロって言ったね。 6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してください、うん、あのね9番さんね俺のことずっと殴ってたけども <laughs> じゃ9番さん目線56どっちかに一郎なのであればじゃ1番さんを釣り寄せばいいやんあなた目線1番さん狼硬いやんじゃ78は強人塗りしろから強人で出てるっていう9番さん自分で言ったやんじゃあ1番さん釣り寄せを確かに うん。9番さん目線1番さん狼やん。56どっちかに一郎なんやったら。うん。9番さん自分で言ってることおかしいで。うん。確かに。ねえ、九、えー、9番さんにずっとね、3人なんか黒目も白目も上げる必要ない白目だけ上げればいいって言われたけども、いや、わからんやん。俺占い師じゃないし、3占ってるわけじゃないし、3番狩人使用しなかったし。その状態で俺は3番の発言をくみ取って黒目と白目両方上げて、結果的に俺は3番さんを村目と置いたんだよ。 うん。別に俺はおかしいとは思ってないよ。うん。そうやってもうひたすら殴り続けて思考ロックしてる9番の方がおかしいと思ってるよ、俺は。うん。正直、イチゴのプロレスとかよりも普通に9番の方が黒いんだけど、ずっと俺を殴り続けてるやん、9番さんって。うん。1番のムーブがどうこう。うで、5、6どっちかに1ロ。うん。じゃあ1番さんを釣り寄せようって思わないの全員。確かに。9番さんの発言おかしくなかったわ。それを全く組み取ってないのダメでしょ。<laughs> うん、9番の発言おかしかったやん、どう考えても。うん。普通に俺、うん、正直、7八で狂人で9一お狼だと思うよ。<laughs> うん。一正直ね。なるほどなだって9番さん言ってることおかしかったやん。<laughs> うん。誰も知らんの。<laughs> えー、投票割れすぎだしさ。<laughs> うん。え、148が5に入れてんの。おかしいでしょ。<laughs> うん俺がさっき7八にオが出てるって言ったのが4番で強人だと思ったからねうん結果的に9一狼だと思ってるけど以上1狼オカミかたそうだな目を閉じてください今朝選ばれたのは目を開けてブラジルでした 関東スポーツ。 朝がきました昨夜死んだのは2番の番のプレイヤーは発番のプレイヤーは2番のプは口頭なんですかねは2番のプレイヤーは2番の6 9 9 あ9、うん、九白っていうのはなんとなく分かった。うん、だから16じゃないかなって思ってる僕は。うん、だから昨日1番さん投票9番さんはやっぱり、うん、<laughs> なんだろうな。やっぱりみんな言ってたが盤面的にっていうのもあるし、うん、9番さん占いのは正解だったと思う。うん。9白。一16。えー、8番さんは結果は言わないのか。うん、でね、 7、8の真偽だったら僕は8番さんの方が新名があると思って、なぜかって言ったら、えーまあ、5の色を見たいっていうね。うん。例のだったら普通その言葉が出ると思う、7番さん。うん、7番さんは僕に対しての返しに結構時間使ってたし、ね、やっぱ1号か 1>、うん。どこに黒打っていいのか分かんないっていう感じだったよね、七番さん。5、6、9、1が別人 A みたいな、うん。うん。だから9、6は、 切れてるから、やっぱり6、ああ6からいはな、ああ、納得か <laughs>。うーん。で、一番さん多分カリウドで出たいからじゃないかなって僕は思ってるんだけど。だからああいう発言が出たんじゃないかなっていうところ。うーん。16じゃないかな、今。 うんで、8番さんの結果次第だけど、6が白だったら、7からいってもいいんじゃないかなって思っている以上です。7番のプレイヤーは発言してください。さい 2>, あれ2番さん結果同時って言ったっけごめん。5番さんのタイミングで同時出しするのかと思った。申し訳ねえ。あ申し訳ねえうん、6番さん黒ね。6番さん黒。えー、っと、そうだなー うん、まあ、さっきも言った通り91と56は別陣営だと思ってるから、6黒だったから5黒は結構あるかなと思っている。うん、で、2番線は結構9白でしょ。うん、91は白でしょ、じゃあ。別陣営だと思うよ。56と91、うん。まあ、なんかここの2人、両,両者でなんか対立してるから、うん、ライン切りとも取れるが、うん、6黒だったことからね、相方は5じゃないかな。 と思ってるか、うん、ってところ。二番さんの位置で同時出しちゃったかな。ちょっとごめん。なんか同時見てたとこだだけしか聞いてなかった。申し訳ないです。はい。五六プロじゃないかな。以上。あれ。八番のプレイヤーは発言してください。えーっとどうする？どうします？僕これ霊能経過言わないと,ちょっと意見言いづらいかな。でもこれチャット禁止だっけ？ 僕の独断で言っていいごめんね、2番さん最後になっちゃうから、ほぼほぼ最後になっちゃうから、言うね。これ言わないと、ちょっと発言できないから言うね。えっと、6, 6番ん白ね。6番ん白。うん。ってところで、2番さんが9番ん白でしょところでもう1、1号2狼オカミね、これ。うん。昨日私の発言覚えてますかね、皆さん。1号2狼カミにしか見えないってずっと主張してたと思うんだけど、やっぱ当たってましたね、これ。うん。 6番さん黒に見えました昨日の融合めちゃくちゃ良かったと思いますね。まあ、ちょっと外れてましたけど、9番さんはね、あの、1番さん釣ればいいじゃんっていうのはすごいね、納得できた。まあ、外れてたけどね。うん。すごい村人に見えた。やっぱり、案の定例の結果、白あった。で、5番さんの発言。 まあちょっとフェアじゃないからね。まあちょっとあれなんだけど。まあ、2番さんのね、いいこと聞かんのと7番さんなんだけど。フェアじゃないから。まあでも結果的にそれが5番さんの黒いさは上がったんだけど、6黒かって言ったんですよね。うん。だって5、5番さん狼だみたいから6番さん白なの分かってるから。で、私のことを新名って言ったのは、おそらく結果が分かってるからだと思う。私のすり寄りだと思う。で、うーんと、 7番さん目線は6番さん黒なんでしょで、1億釣れてるんだろうだったら、5番さん釣りでいいよね。5番さん5、6、2、黒って言ったし。私目線は1号釣れば終わるから、あと3縄でしょうん、届くから、5番さんから釣りでいいよ、全然。1号2億は見えてるし。で、3番さん狩りだしね、そうだね。うん。だね。ちょっとごめんね、例の結果言っちゃった。9番のプレイヤーは発言してください。うーん。 五釣りでも俺は、けど、もし仮にだよ、これ霊能にね、黒あって、一番がね、黒だったパ,パターンね。それ、霊能に名は届くかなっていう話ね。七釣りをした方が良かったか。<laughs> 霊能真意に関してはね、まだちょっとどっちもどっち。俺、六黒は てると思うんだよな。うーん。その観点からすると、やっぱ8番 ?8 番が6に白を打ってきた。7番がチャットで結果を打って、その後8は。番切終わり自分のとこで白を打ってきたっていう感じかな。どうもな引っかかんだよな。1番に関してはほんと色がわかんない。 うんうん、8七進路で考えだったら5一維持すりで,もうしでいいかあなた自分強標準しようってこと ?7 と8はどっちも5を押してんのな。そこがまた消せない。なぜうん、5を釣ってもいいと思うんだけど。 もう、5 6 5 5だったらあからさますぎねえかなぁ。上人しよう、これ。昨日の時点でお互い白、白、みたいな感じで言ってたぜ。だってお、二人ともさ、91人郎で見てたんだぜ。6に関しては5白いって言ってさあ、明らさますぎね。1番のプレイヤーは発言してください。9万さん言っておきます。あのー、 普通に8番さん目線は6白手出たら51しかないんですよ。で、7番さん目線は6黒手出たら5黒か1黒しかないんですよ。もう一ロは。そこら辺9番さん把握しとってください。で、5番さんの偽要素を比例します。正直56で終わると思ってるから。5番さんは1プッシュせずに7番を押したんです普通に5番さん目線は俺黒しかあり得るんですよね。俺と6番黒しか。 それやのに5番さん、んなぜか号して7番さん釣りでもいいですよ。俺釣りしか飲めないよ。孝太郎さん、あなた目線は。うん俺は5番で終わる。5、6で終わりだよ。ああ、楽に終わっとった。俺5で終わらんかったらどうしようって思ったら、9白、3ろやろ。違う、9白、4ろでしょ。俺も狩りうどを疑うしかない。4番さんが狩りうどで、3番が、あの、うん、アーマーの黒。 でしか終え,ないえ、もう勝ちじゃないですか<あ>5一釣り切りで勝ちですよね。で、七番八番は強靭シーンとして見てるから、七八黒をどっちかでオールするなら七番黒かな七黒八シーンかな六 <laughs>、うん、番白はありえそうには感じえ、<laughs> 実際そういうしか、え、もう勝ちじゃないですかこれ。六番でも白やったら5三になるんよな俺目線。七黒は9強靭あるけど。 強人が残っとったら悪いから、俺は5番3釣りしか飲めません。五苦労で56苦労で終わり。以上。以上じゃない、あと13秒あるな。うん、そうやな。普通に56で終わりで、強人は誰なんやまあ、二番さん任に任せるか、2番さんに任せるか。2番のプレイヤーは発言してください。 まず村の方々に言いたいと思います。村の方々に言いたいと思います。村の方々、えー、7番と8番の精査を頑張ってつけてねと言っておきます。えー、釣り銃にいます。今、三名は残ってます、えー。5番さんと1番さんはロラで殺します。申し訳ないです。5、1は、えー、投票で釣っていきます。でえー、3番さんと9番さんは、えー、7、8の精査を頑張ってつけてほしいです。 で、3番さんの偽はもう追いません。番さんん。の偽はもうませこれは確定で落としておきます。3番の偽は追いません。出なかった4番が悪いということでいいです。で、でそうすね。なので、5番さん、1番さん、お互い5番さんは1番さん、1番さんは5番さん怪しいと言ってますが、もう大丈夫です。両方釣り殺します。なので、5番さん、1番さんにお願いしたいのは7番さんと 8番さん、どっちが2戦目高いかっていうところの精査を遺言で述べていただければと思います。3番さんも9番さんも最悪別にもう発言なくてもいいと思ってます。内心、ここが黒いな、ここが怪しいなと思って誘導したいなら、科目、わからない場合はずっと黙っていただと思けええなので、今日はそうですね。 5番さんからつって、えー、5番さんの、えー、7八の考察聞こうかな。以上です。3番のプレイヤーの発言してください。ちょっと7八の審議に関しては分かんないんだけど、1番さんめっちゃ黒いなって思ったんだけど、今さっきの発言。んなんだっけ、5六で終わると思ってるって言って、1番さんは6の黒目もあげてないでしょ。うん、で,で、5六で、6? ん そうだよね。5、6、黒で見てて、6を黒で見てるのにもかかわらず、一番その生の方が2セマあるって言ってるんでしょえ <laughs> え、そうだよね。で、えっと、5、6で終わらなかったら3を疑う。普通、7、8のどっちかに狼を疑うんじゃない力ついたね、<も>ケアで。で、7、8黒あるなら7黒かなみたいなこと言ってたんだけど、普なんか、一番話してんがよくわかんなかった。で、狂人はどこ、どこだろうって言って。 あ,あ、狂人あるとするなら7か,見てるのかなみたいな。一番さ、すごい、なんか意見がフニャフニャじゃなかった。気のせいかななんかすごい、全然理解できなかったんだけど。だって56で終わると思ってるのによくわからず78で精査した時に攻め高いの7ななんか、すごい、よくわかんなかった、一番さん。一番さんめっちゃ暗いなって思ったから、78わかんないけど、めっちゃ一番さんから行きたいです。はい。そんな感じ。ちょっと伝わったかな 56で終わらなかったら3にヘイトを向けるっていう。なんかその視点もちょっとよくわかんない。4番さんが彼で出てこなかったっていうこと、それらりになくない4番さん。もしそうなら。で、普通5、56で終わらなかったとしたとき、1番さん考えたら78でオオカミを追うのが普通だと思うんだけど、うん、なんか1番さんの視点が本当によくわからない。うん。一番一1番さんに入れます。投票を始めてください。ありえんオラじゃないぜ1投票オオカミ。7狼 教授のケボ5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは発言してください,ださい、うん、8番三ん死んだね絶対、うん、17狼でしょ、うん、絶対、うん、<laughs> 1番三ね6つって 今日僕安定で僕、今日僕,今日僕やっぱ。RPP ないから。9番さん強人だったらどうすんの ?1 な、一番さん目線ね、7、8、ん、ほんと。意味わかんないでしょ。1黒でしょ、絶対。うん。なんで7番さんは強人で置いたり、狼で置いたりするの1番, ?1 番さん。1番さん、7番さんが狼だからでしょ。発言順だなぁ。うん、厳しいね、うん。だから3番さん、うん、ほんとありがたいと思った。うん。 ほんと、8番さん真理しか見えない、マジで。うん。安定だったら今日7番さんでしょ。1番さんって言いたいけどね。うん。だって6黒出てるんだから。<noise> あーつい、ああ。ああ、ういかできた。うん。安定だったら7番でしょ。だって7番3、6黒。でも自分の発言中に言うべきだよな、それはでも。うん。だから9番さんが強人だったら負けっていうところだけね。うん。 あ4番さん、狂人には見えない。うん。ね、九番さん、ああ、4番さんが強人だったらラッキーかなっていう感じですよね。うん、1、7、黒でしょ、絶対。ま、う、じ、ん、で。うん。あ、千葉さんの6、白もね。うーん。 夜が来ました目を閉じてください今朝選ぶのは裏付けでしたうわー,うわーいやーでもどうしようなかったかな僕の発言順的には いや七番さんがごっつり押しりジェン一七7キャー行った上だったなぁいや僕は一番さんつり押しすべきだったかないやでも

伝わんなかったかな、2番さんに。だって1番さんは、ちょ、もう何回も言うけど、1番さんは5、6狼で見てて、7が6に黒、8が6に白なのに、7番さんの方が偽高いと思ってる。その発言が矛盾してると思うんだけど。だって8番さんは6に白打ってるんだから、8番さんのシーンを追うなら6番さんは白になるから、1番さんの5、6黒っていう視点はおかしい。じゃん。<laughs> おかしいじゃん。っていうところなんだけど、1>, 1番さんとりあえず釣りたい。 で,すはい、で、7八だと、そうだな。でもやっぱり自分は一、そう、これで伝わってあの、投票してくれたのが8番さんだから、そ,そう。いうので、ちょっと自分は若干8番さんの方がシーあるけど、とりあえず1番さんから行きたい。7番のプレイヤーは,発言は、発言してください。うん、終わってないから5番さん白なんだけど、うーん、正直5六六で終わると思ってたから、ちょっとびっくりなんだよね、びっくり。うん、で、終わらなかったってことは、6と、 1あ。2番さんが急に白打ってるからね。6、1か。バチバチで切ってたのね。うーん。もう3の仮、あのー、仮に乗っては追わないよ。うん。6、1か。6、8。うーん。うん、でも例の新居だと思ってるからね。6、1じゃないかな。うん。正直別陣営だと思ってたからちょっとびっくりだなあってところ。 うん、で、三番さんの言ってると、思ってもらだたよね。一番さんっていうのは結局、えっ、ー、とね。と私に、えー、まず人道目があるって言って、その後に強人目があるって、結局どっちなんだって話なんでね。うん。三番さん指摘した通りだね。うん。言われてみればね。うん。確かに。うん。まあ、どんなこと言ってくるのか知らないけど、今日は一釣りでいいと思ってます。はい。一番います。八番のプレイヤーは発言してください。五番三四郎ね。五番三四郎。 狂人仕様。いやいやいや。えっとねいやさあ、いや2番さん昨日1番さん投票しないと。僕1番さん、5番さん釣るって言ってたけど、1番さんに変えました。なんでかっていうと、712狼の旧狂人がめちゃくちゃ効果あったから。9番さんの話聞きました皆さん。9番さんは78でどっちかが狼だったらグレー釣ってもいいのって言ったんですよ。それも狂人仕様でしょ。だって、 仮に、じゃあ7番さんが黒でした。私が真でしたってなったら、5-1が残るでしょで、どっちか狼でしょで、9番さん視点は、で、残り狂人、1狂人いるはずだから、5-1釣り切っていいはずなんだよ。なのに、それでグレー釣っていいのって発言は、自分が狂人じゃない限りおかしい。ってことで、9番さんの発言を聞いて、で、そっからね、3番さんも言ったけど、1番さんの発言めちゃくちゃあったところから、1番さんに絶対投票すべきだった。そこは伝わってほしかった。 うーん、かなぁ。まあ、9強人だったどっちにち負けかな。今日は1番絶対釣りに4強人にかけるしかないかな。え、172狼じゃないのこれ。172狼だから5番さんを釣りをした。もうすごい納得。で、7番さんは、えっと、1番さん釣って、あれ違うのかじゃあ対抗狼なのかっていう流れに持ってきたかったんだよね。 ててか5出てるうわーいや昨日1釣りべきだったよ2番さんうんあと初日の6番釣りも結構痛かったと思うけどねまあ旧強靭じゃないの祈るしかないかなここはまあ1釣りて9番のプレイヤーは発言してください」 ああ、そっかそっか。そういうことね。あ、俺は超人じゃないよ。あ、違うの。よかった。だから今日一番ずりおってだよ。そっかそっか。そういうことね。うん、七八に狼。結果かっても仕だかっだここ。然的に、一か五、どっちかに超人、どっちかに狼っていう風になる。ね。俺、ポンコツだったわ。<laughs> まあ今日一番、 で終わんなければあと7八の整数入ればいいのねうーんどうなんだろうな中盤差残されるだろうなちょっとこれ3紙で明日考えてみるわいやきついなこれ3番差が残ったらまだいいけど 1番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、37狼でしょう。37狼はカけ6黒打ってくれたんでしょう、7番さん。OK です。えー、8番に入れてください、3と7。で、r p p で勝ちです。お疲れ様でした。まあ、8番が死んだよね。だって6号白白だもん。うん。それそうだもん。<laughs> 終わりでーす。ナイス、アーマー,ー3番さんがナイスだった。 で、七番さんもよく、俺、あれやったもん、狂 <coughs> 人として何と八どっちかわからんかったから、三七狼で八番釣って終わりです。三番、頼むぞ。八番釣りやけんの。うん、終わりでーす。俺、ワンチャン、ワンチャンね、三九郎よりかは五九郎や、追ってたから、あ、五番やられた時びっくりした。危なかった。 八番釣りで終わりです。お疲れ様でした。投票を始めてください。<laughs> ありえん。俺じゃないべ。一五二狼。一番のプレイヤーが選ばれました。一番のプレイヤーは 発言してください誰も信じてくれし。狂人なら勝ってんだよな、はあ。信じてよ。うん。狼でございます。えっとね、2番、あ2番枚ね、3番噛んで。7番さん、3番噛んでね。うん。<laughs> 3番噛んで。まあ、9番は7、7八の精査頼ろうよ。うん。もう一回言っとく。7番、3番噛んでってね。 RPP だと思ったんだけどな、俺。俺、巨人って出てなかったかなあ、狼って出てるわ、俺。マジか。狼やったか。夜が来ました。目を閉じてください。今朝選ばれたのは目を開け人狼でした。いやー、参加まれるよな、これ。 まあでもで勝てるかさすがにいや1強陣を言うのか4強陣っていうのは俺のないとな4強陣だから 朝が来ました。昨夜死んだのは3番7番のプレイヤーは発言してください。一番は白なんだよ。強じだわ。うん でまあ、私の信頼性と9番さんね、ね審議がつかないなら同票でもいい。同票でもいいから喋らせてほしい。怪しいとかねあの気になるって点があるなら伸びてほしいで。私はそれに答えますので、同票でもいいです。で、えーっとねまあ、9番さん、えっと、初日にね3、6どっちかに黒がいる結果的に6が黒だったで、うん,でうんだからその視点を当てた。で8番さんはそこに白を打ったでしょ。うん、だからねあれだったんだけど、これ6、8黒、黒でした。うん、全然。 もうね、対抗にね、強靭を打ちたのが間違いだったんでね。だから視点がブレブレになってるんだけど、6、8、黒、黒。1、強靭。だから、8番さんつ言ってください。じゃないと負けますので。えっと、ただ、えー、9番さんは、えっと、審議がつかないなら、一旦同票でもいい。多分二2回目はちゃんと入れてね。はい。ということで、回します。8番のプレイヤーは発言してください。9番さんは私の発言をよく聞いてほしい。よく聞いてください。 一番さん強人だったら絶対 CEO してるでしょ。うん。あんな初日さ、トリックプレイみたいななんか一応村人ジニーと言っときますとか言ってで、噛まれても占われてもいいとか言ってるのは村志向じゃないでしょ、明らかに。村だったらもっとね、その、釣られる懸念もね、するべき。うん。で、昨日7番さんが5番さんを釣り寄せたのは一番さんが味方だから。うん。っていうとこね。で、9番さんが強人かもしれないって私の発言は分かったかな 一号で、えっ、ー、と、狂人狼だったかもしれないから一番さんに投票した。ここも分かってほしい。で、もし、えっと、私がね、狼だった場合、一番さんのことは人外に見えるでしょ。明らかに。一番さんに投票してるし。それだったら、ね、PP もできるかも。え、じゃえっとえ、PP できないか。六八人かまあ、とりあえず5番さんって言った方が楽でしょ。っていうところね。私が狼ならね。 で、えー、っと、あと何ちょっと待って、っって <laughs> えっと、まあ、昨日の話だよね。だから要は、6番さん、68、24神見れますかっていう。6番さんの遺言で、9番さん目線、1番さん釣ればいいじゃん。もうこれ完全に村感情だと思った。3番さんも6番さん白かったって言ってたよね。っていうところ、私と6番さん、24神、どうやって見ればいいのって感じだよね。 私は6番さんの白良さしっかり上げた。し、私は初日6番さんに入れてない白だと思ったから。あ、結果、言っとくね。結果は1黒ね。もう言わずもがね。17黒で、で、えっと、4番さん強靭。そう、4番さん強靭だから12展開になった。2番さんから発言が始まって4番さん白出しされたから、4番さんは出れなかった。これが正しい12展開の理由。9番のプレイヤーは発言してください。あびっくりした。 8番さん、結果言わねえのかと思ったよ。8番目線、1と5、どっち <laughs> って思った。一7、八番目線、目線6、8ね。うん、投票ね。投票でもいいよ。もう一回話聞いて。うん、決めるよ。お互い入れ合って。そちょっと焦りすぎた。投票を始めてください。<laughs> あ、りえんオラじゃないべ やばいい7番のプレイヤーは発言してください。発言してください重ね、うん、えっ、ー、とね、もう言うべきことはだいぶ言ったんだが、えーと、9番さんなんか気になるとこと言ってくれないから、じゃないと私何ゃ喋ればいいかわかんないよ。えっ、ー、とね、とりあえずね、6番さん黒出てる。で、8番さんも黒、うん。ただ、ね、最初は、えー、と8番さんを強人だと思ってた。強、うん、人だと思ってたから、うん、6黒出た後に全然終わらないでしょ。えっ、ー、と、えー、ってなってたんだけど、うん、8番さん黒ね。うん だから初日相方に入れたくないから6に入れずに、えっ、ー、と、どこだっけ ?5 番さんに入れたのかな、えー、?5 番にどこだっけどこ釣りをしたんだっけあ、5に入れてんだよね。うん。で、結果的に5番さん釣ったけど、5番さん白だったでしょうん。最初私も5、6、黒、黒だと思ってた。6番さんから黒出てたけど、5番さんも黒で終わると思ってたから、ええー、と思った。で、次釣った時が、えっ、ー、とね、次が誰釣ったんだっけえー、っと、 5か。で、5つって終わんなかった。で、3回目が1つだったんでね。うん。1番さん、強人だったね。うん。あの、結果的に、なんかよくわかんないこと言ってた。うん。あのムーブは、あの、強人として場を駆け乱すムーブだったんでね。うん。ってことで、えっ、ー、と、全然終わんねえやんと思ったら、8番さんが来るだとすればしっくりくるよね。6、8、六六だから、えー、初日8番さん、は6番さんに入れなかった。うん。 正直ねもうなんか視点がぶれてるのは8番さんを強じんきしたからね、うん、ただオカミだったので、ね、ちょっとびっくりしているうーんってところかなもう8番さんに入れてくださいとしか言いようがないですねはいもう9番さんに通ポージね頑張ってほしい、うんうん、8番さんに入れて勝ちましょう、うん、以上です8番のプレイヤーは発言してくださいまず7番さんの主張としては68オカミなんでしょ6番さんって黒かったん 9番さん6番さんって黒かった ?6 番さんって3番さんのことを殴りながらめちゃくちゃ殴りながら最終的に「村人」って言ったんだよ。うんそれオオカミだったらそんなことするわざわざ白起きするんだったらわざわざ殴らなくないリスクを取りすぎだよねだから6番さんもね全然黒くなかった言ってることはちょっとおかしかったし弁明もなかったけど6番さん単体で黒くなかったでしょ うん。で、遺言も聞いた遺言は、6番さんの遺言は、9番さんが、ね、九番さんが、えっと、5、6のどっちか狼で見てるんだったら、1番さんに投票すればいいじゃん。これめちゃくちゃ村人でしょ。o、okay? で、次に1番さんの発言。1番さん、1番さんはね、もう多分1、7、狼分かってたから、まあ、狂人って言って、まあなんかよく、多分混乱させたかったんだろうね。多分、9番さんのこと。うん。で、7番さんは、5番さんに、 行こうって言ったんだよね。昨日の投票。昨日の投票ね。僕は一番さん投票すべきだ。あ、昨日、一昨日だね。僕は一番さん投票すべきだって言ったよね。9番さん強靭の可能性もあるから、そこもケアできてた点。で、えー、っと、で、もう一回整理するよ。1番さんから発言が始まりました。2番さん占い師でした。で、4番さんに白が出ました。だから4番さん出なかった。 で7番さんは1番さんの発言終わってるからもうここで出るしかなかった、えー、89出なかったらやばいからねうんっていうところ OK4 番さん強人で白をもらってるから潜伏できると思ったこれがすごい納得できない ?1 番さん強人よりも1七狼の4番さん強人の方が納得できると思う7釣りで投票を始めてください 7番のプレイヤーが選ばれました。よかった。ゲーム終了。よかった。よかった。<笑><笑>まあ一番さんに投票したのはすごい良かったんじゃないかなと思いますね。 ああ。よかった。めっちゃ緊張した。<laughs> めっちゃ緊張した。ちゃんと5番さんずりじゃなくて1番さん投票してたのがよかったかな。ああ。 まあ、あとは、あれだね。一番さん目線7、七八のどっちかが狼ってわからないので、三七狼で決めつけて八投票しようぜって言ったのがおかしいっていうところだよね。まあ、それ言っても、まあ、それ言うよりは、最初から多分、整理して言って、六番さん白かったよねって多分言った方が、九番さんは聞いてくれるかなと思った。うん。一番さんが、七狼見えてるって言ったら、なんか、 まあ、まあ、それよりは、その順序立てて、そっちの方がすんなりクるでしょっていう方の方が多分、いいかなと思った。9番さん。話聞かねえから。<laughs> いや、でも上手でしたね。うん。話聞かねえから、一個ずつ順序立てて言った方がいいかなと思って。 あ、めっちゃ緊張した。よかった、よかった。いや、でも優先順位、すごい大事ですね。7番さん上手だったね。いや、上手でしたね。うん。いや、よかった、よかった。よし。 まあ、久々になんか、ちゃんと勝った感じはしますね。優先順位つけられてよかった。最終日なんかちょっと焦っちゃったから、か焦ってるから釣ろうみたいな感じにならなくてよかったな。<laughs> よしよしよし。じジじ、グッドゲームでしたね。上手でしたね、狼陣営も。172狼ちょっと見づらかったね。